MMN が日本代表にいればワールドカップ優勝できる説。カタールワールドカップで日本を熱狂させたサムライブルー。しかしグループステージでは強豪に勝利したものの、決勝トーナメントでは経験のなさからか PK 戦で敗退という、またしても悔しい結果となってしまった。そのワールドカップを振り返ってみると、全試合において失点は最小失点で抑えているものの、攻撃面ではコスタリカなどの引いて守るチームには何もできなかった印象。そんな日本代表にもうちょっと爆発的な攻撃力があったら。ということで、今回は攻撃力においてもネームバリュー的にもインパクト絶大なあの MMN を日本代表に加入させたらワールドカップ優勝できるのではないかということで検証していくことに。早速 MMN を前線3枚に配置し、当たり前のように決勝トーナメントから検証スタート。やっぱり何度見てもとんでもない絵面。そんな個性しかないこの3人と日本代表はうまく連携を合わせ、 PK で負けたクロアチアに勝利することができるのか。キックオフ。試合は立ち上がり3分、クロアチアが素早い展開から先制攻撃を仕掛けるも、ここは相手のシュート精度に助けられる。さらに13分にもシュートを打たれ、今のところはクロアチアペース。しかし29分、三笘からボールを受けたネイマールがすかさずミドルを放ち、日本も流れに乗ってくると、41分にも伊東の抜け出しから、最後はメッシのシュート。ここは決まらなかったが、 MMN にボールを集め攻撃を展開する日本代表。そのままのいい流れで前半を折り返す。後半に入って71分、クロアチアにクロスから決定機を作られるも、ここは権田がビッグセーブを見せなんとか耐えると、78分、三笘の絶妙なスルーパスに抜け出したネイマールが確実にネットを揺らし、いい時間帯で待望の先制点を記録。やはりこのくらいの決定機は確実に決めてくれるネイマール、さすが。結局このゴールが決勝点となり、1対0というロースコアの接戦を見事制し、日本代表ベスト8進出。そのベスト8では王国ブラジルと対戦。世界でもトップクラスの攻撃力を誇るこのブラジル、しかし今回の日本もそれを凌駕するほどの MMN がいる。果たしてどちらの攻撃力がこの試合をものにするのか。キックオフ。前半8分、ネイマール、メッシとつなぐと、最後はエンバペがシュートを放ち、早速 MMN が見せる。11分にはブラジルも負けじと際どいシュートを放ち、序盤からバチバチの両者。すると直後の12分にはメッシが中央を切り裂く鋭いパスをエンバペに通し、決定機を演出も、ここはアリソンのビッグセーブに阻まれゴールとはならず。しかし15分、今ノリに乗っている三笘が左サイドを完全に支配し、カットインからクロスを上げると、これをエンバペが頭で合わせ、この試合も三笘のアシストから MMN が先制ゴールを記録。左サイドから幾度となくチャンスを演出する三笘、そしてそれを確実に決める MMN。 これはとんでもないホットラインができてしまったかもしれない。その後はブラジルに攻められる時間が続くも、なんとか耐え、前半を1点リードで折り返すと、後半はエンバペが果敢にゴールを狙いに行く展開となるが、アリソンがビッグセーブを連発し、なかなか追加点を与えてくれないブラジル。しかし71分、またも三笘のスルーパスからネイマールが抜け出すと、折り返しをエンバペが決め、ついにアリソンの牙城を崩し追加点を奪うことに成功。それにしてもこのゴールも三笘起点の崩し、左サイド強すぎんか。さらに試合終了間際にもカウンターから三笘が左サイドを駆け上がると、ネイマールのゴールをお膳立てし、ブラジル相手になんと3点目。この試合は MMN というより三笘が左サイドを完全に制圧し、ブラジルを圧倒する結果となった。続いて決勝をかけ戦うのはアルゼンチン。
今回の検証では分身の MMN を日本に派遣しているため、本物はちゃんと母国でプレー。そんな同じ人間が2人も存在する不思議なこの試合、日本は王者を下し決勝へと進むことができるのか。運命のキックオフ。試合は立ち上がりから王者アルゼンチンが試合の主導権を握り、日本は防戦一方の展開に。43分、日本にもようやく決定機が訪れるが、ここをエンバペが決めることができず、前半を 0-0 で折り返すと、後半も相変わらず試合のペースはアルゼンチン。しかし64分、理不尽オブザイヤーに輝いた怪物エンバペが一人で独走しゴール。ワールドカップ決勝でも見せた流れをガン無視した衝撃ゴールで日本がまさかの先制。やはりこの男をスピードに乗らせてしまうと誰もついていけない。その後もペース自体はアルゼンチンだが、なんとか守りきり試合終了。ここに来てエンバペの理不尽さに助けられ、見事決勝進出。その決勝では2018年の王者フランスとこのトロフィーをかけ対戦することに。本物のエンバペ率いるフランス代表、このチームも攻撃力は凄まじいものがあるが、この大会日本は未だ失点ゼロ。その守備力と MMN を要する攻撃力で悲願の優勝となるか。ワールドカップ優勝をかけた世紀の一戦がキックオフ。試合は立ち上がり9分、フランスはフリーキックを獲得するも、ここは権田がしっかりとセーブ。その直後にも日本はゴール前まで迫られるが、いい対応を見せフランスの攻撃をシャットアウト。しかし21分、コマンの個人技にやられ、日本今大会初の失点。さらに30分にも、初の失点で動揺してしまったのか、サイドから簡単に崩され、2点目を献上。立て続けの失点で完全に試合はフランスペースにかと思われたが、直後のキックオフから伊藤がボールを受けると、鋭いクロスにエンダペが合わせ、あっという間に1点を取り返す。ここまで左サイドばっかりだったが、伊藤もさすがのクロス精度を見せ、なんとか1点差で前半を折り返す。しかしエンド変わって59分、66分と立て続けに失点を許してしまい、後半に入っても守備面を改善できなかった日本代表。その後は自慢の攻撃力もフランスの前では発揮できず、試合終了。やっとたどり着いた決勝の舞台だったが、終わってみればフランスに4対1と完敗。スタッツでも完全に圧倒され、 MMN をもってしても優勝はできなかった。ということで検証結果、やっぱりどっちも必要でした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。